始まりましたバトルフィールド。こんばんは、ジブラです。はい、こんばんは、 MC 正社員です。こんばんは、八文字です。この番組では日々熱戦が繰り広げられている MC バトルの大会をいち早くレポートしています。はい、正社員、本日はどの大会でいきますか？はい、本日は少し前になるんですが、うん、戦後クロスオーバーから秘蔵バトルお持ちしました。はい、はい、こちら7月14日、戦後クロスオーバー2ですね。はいはいはい、3on3 MC バトル。はい。はい。Under-22 の 3on3 MC バトルですね。で、10月12日に Under-22 MC バトル の、 本戦がありますけど、そちらの予選の一つとしても行われましたね。はい。まあ、かなり、面白くて、面白かったので、そしてついにですね、こちらの7月14日の戦後クロスオーバー2の 3on3 MC バトル模様がですね、全カット、全ノーカットで、はい、アプリで、はい、現在360円で全試合見れますので、はい、ぜひ皆さん、アプリ入ってください。はい、これを聞いてね、はい、360円払いやがれこの野郎ってことですね。そうですね、はい、でもあれですよね、公開したてでアクセス集中したおかげで一回落ちたんですよね。はい、あ、そうです、こちら、10月7日まで、アプリの有料会員になれば全試合見れまして、はい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 、10月7日以降は1400円、うん、別途払わないと見れないようになるんですけど、うんうんうん、先ほど YouTube に2試合公開したら、うん、非常にアプリにアクセスが集中して、うんうんうん、アプリが見えなくなってしまったと、少々お待ちくださいという先ほどインフォメーションをしましたので、うん、現在見えると思いますので、はい、ご安心ください。ぜひぜひチェックしてください。はいはい、まあ、じゃあそれにね、はい、こうなんていうかな、はい、まずはこうオードブルという感じでね、はい、今日は2戦ほどですか。2戦ですね。はい、2戦持ってきまして、はいはい、まず1試合目が、うん、オノディ VS ドーブマンですね。はい、ジブさん、オノディは知ってますか？存在はもちろん知ってますけど、やっぱオノディ高校スラップ選手権で、うん、まあ、14回目の高校スラップ選手権、この間あったやつで、つい先週、先週ぐらいにあったやつで、いや、オノディすごいなと思って、うん、いや、なんかなんだろう、どこがすごいかとか、どこが斬新かっていうのは、なんかスタイルとか、うん、勢いとかなんですけど、うん、やっぱ僕がすごいなと思ってるのが、うん、オノディってずっとその戦国とかも出てたんですよ、うんうんうん、予選とかも出てて、うんうんうん、で、なんか最近知ったんですけど、うん、今、オノディ17のかな、うんうん、14歳の頃に、うん、戦国13勝の予選にも出たって言われて、ほうほうほうすごいなみたいな思ったんですけど、でそのオノディもその、まあ、昔の僕とかの印象は、うん、やっぱちょっとラップが上手くて、うん、ちょっとラップが上手い、うん、こうバスケットハットをかぶった、うん、バケットハットですね。バケットハット、はい、すいませんね、僕の頭の悪さがね、このラジオどんどんね、はい、バケットハットをかぶったおじいちゃんみたいな間違い方ですね今のはね、うん、バケットハットをかぶった、はいはい、ちょっと打ち気そうな子っていう印象だったんですけど、うんうんうん、最近ドゥーラグをしだしてね、うん、はい、グッチのドゥーラグをねグッチのドゥーラグをしだして、ここ、はいはいはい、半年ぐらいでしょ、あんなことやるでしょ、まあ、1年以内ですよね、1年以内で、ラップもちょっと今までの感じをちょっと強調してかっこよくした感じにしてて、ちょっと誇張した感じですよね、うん、それまでのスタイルを、でもうオノディって今なってるんですけど、うんうんうん、やっぱ結構ここに気づけるのってすごいなと思ってて、うんうんうん、やっぱりいろんな MC バトル出てる人いて、うん、みんなどうすれば人気もなるんですかね、どうすれば売れますかねみたいなこと言われるんですけど、うんうんうん、やっぱオノディみたいなちょっとなんか自分の中で変えるみたいなこと、うんうん、外見とか、うん、ラップを変えるみたいなことみんななかなかしないっていうか、うん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 、単純にこうずっとスキルを磨いていくみたいなタイプが多いんで、うんうん、いやオノディすごいなと思って、うんうん、ちょっと見直したんで、はい、その辺大切ですよ。そうですよね、もちろんね、音楽なんで、うん、はい、聞いて勝負の部分とは思いますよね、うん、まあ、まず基本はね、うん、はい、なんだけど、まあ、もちろんそれだけじゃねえからってところじゃないですか。多分なんだろうな、もしマイケル・ジャクソンが250キロぐらいあったら絶対マイケル・ジャクソンになれないと思いますよね、例えばね、はい、みたいなことってやっぱあると思うんで、うん、まあ、何が正解とか不正解とかっていうのはまあそれぞれだと思いますけれども、うん、やっぱりそう見てくれだったりね、うん、こうキャラクターっていうんですか、うん、その辺っていうのはやっぱりものすごい大切になってくるんじゃないかなと思いますけどね。あ、そうですね、オノディとか本当そうだと思うんです、うん、だからその別に顔とかは変わってないし、うん、正直顔変わんねえから、変わんじゃない、まあ変える人もいるじゃないですか、うん、女性とかは顔変える人もいると思うんで、まあでも顔は変わんないですし、うん、もうで、そのオノディがドゥーラグがやっぱトレードマークの自分でして、うんうん、でそれをミステリオに渡したり、うん、フランケンさんがそれ借りたりして、ね、毎回笑いが起きるんです、うん、それをかぶると、うんうんうん、っていうぐらいには浸透してるんで、そうなんですよね、うん、大切ですよそういうのは、ね、いやもう、はい、やっぱフックですかね、まあ、この間の選手権でもオノディ完全に向けたなと思ったんで、ほう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 、はい、ちょっとオノディの試合持ってきましたんで、はい、じゃあ早速聞いてみましょう、はい、オノディ VS ドーブマンですね、いきましょう。
セコロニー、長い旅でしたね。これ16-2でしたね。16-2なんですよ。うん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 。戦国そのスリーオンスリールールが特殊で、スリーオンスリーで先鋒が8-4、中堅が16-2、で対象が選べるみたいな、っていうルールなんですよね。はい、どうでしょうか。あのまあ終始オノディが押してましたね。おお、正直、はいはい、やっぱりオノディがああいう風にこう仕掛けてたところに対してドープマンも、まあ、自分もいろいろ変幻自在に行けますよと、今のフローも行けますよっていう風に、まあ、返してるのは返してるんですけれども、総合得点みたいなところで言ってしまうと、例えばじゃあこれが自分の楽曲としてリリースしますってなった時にどうですかっていう話をしちゃうと、正直オノディの方が隙がないです。あの初めのところのやっぱり両方のバースでやってたけど、一番初めのあのゆっくりはめるところはまあゆっくりはめてるけど、そのなんていうのかな、もうフローとして完成させてる感じがないというか、それを感じてしまったので、そこでいくとオノディの方が全体的にバランスとして完成度が高いっていう風に聞きましたね、自分的には。そうっすね。なんかドープマンもでもやっぱりなんか割とドープマンは、まあ自分さんも当然生でコスラップ選手権やってる時見てると思うんですけど、結構ファッションとか、あのラップ抜くの感じとか、結構今までに若手の中でいないタイプで出てきたやつだと思うんですよね、ドープマン。当時そうか。そうそう、ドープマン当時そうで、結構みんな、なんだろう、ドープマンやっぱり、ああいう感じの子はドープマンをすごい好きで、バトル出る子、そっからドープマンっぽい子すごい増えてきたけど、なんかまあ、オノディはまた別でまた出てきたみたいな感じで。なんか、はい。多分、そのオノディが結構そういうところしっかりやってきちゃうんで、それに対してドープマンも、あ、もうこれはいろ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 なアプローチしなきゃと思ったんだと思う。あ、それがだからむしろそのちょっとビビらしたってことだと思うね、オノディが。そこは、はいはいはい、でそれによってちょっとドープマンもやりきれないことをやってみちゃった。そういう風に聞こえたな俺には。な、でもこの日のドープマンの相手でここまで同じ土俵でやったのオノディぐらいですよね。そうですね、他はもうドープは無視して自分の世界でやってましたからね。すごい良かったけどね。だからオノディが引き出したというか本気にさせたというか、これ1回戦だっけ、なんでセカンドターンのさ、はい、あの声あーって上げたとこあるじゃん、はいはいはい、あれオノディずーっとそれで行ったじゃん、でそれに対してドープマンもまた返そうとしたじゃん、はい、でもちょっとでやめたじゃん。 あの辺とかがさ、あ、勝負としては俺だったら、はいはいはい、ああちょっともう少しドープマンそれつるっとその後4小節までいけちゃったらもう勝ちだったのにみたいな、そういうのもあるかなっていうか。確かに、うん、ありますよね、ずっと続けてた結果後半の2つぐらい枠みたいな。そうね、うん、あるでしょ。まあでもドーバーも、まあ、多分なんでしょうね、まあ、オーディもそれバトルは本当別に勝ち負け関係ないって言ってて、まあ、パフォーマンスなんでみたいな話もしてるし、ドーバーも多分同じタイプだと思うんですよ。もうバトルは確かに別にもう自分の好きなことやるだけなんでみたいな、別に勝とうが負けようが俺がいけてる、俺がこいつよりいけてることは変わらないっていつも言ってるんで、ドーバーは、まあ、ちょっとそういうタイプの2人ですね、はい、なんか多分普段だと自分のそのドープマン自体が、自分のそのなんていうのかな、新しいスキルみたいな部分のところでやっていけば勝てるっていうか、ある程度その勝てるか、まあまあイコールではないけども、そこで結構いい感じにできるっていう風に自分で自負があるから、はいはい、その分そっちでグイッといきなり来たオノディに対してちょっとこう構えたっていう感じがするっていうことなのかな。そうですね、だからそれだけまあオノディがね、良かったってことじゃないですか、この回に関しては結構。なるほど、そういう気がしました。はい、うん、ありがとうございます。じゃあもう1試合いきましょうか。もう1試合いきましょう。すいませんね、ちょっと今ね、ケールジャップさんのツイートが面白すぎて後で突っかんすいません、申し訳ない、すいません、いけなかったばっかり言うからね、本当ね、すいません、はいはい、次の試合あれですね、ジョー VS マスター&ラビスとこですね、はいはい、マスター名前変えたんだよね、はい、あ、そうなの、はい、何になったの。ドナテロもしくはドナテルロ、どっちで読むか分かんないですけど、そうですね、ドナテロスっていう昔アイスクリーム屋さんがあった、どうでもいい話、ね、あ、すいません、おしゃれですね、はい、美味しかったです、はい、そちらこれジョー VS マサは、決勝戦の最終試合です、対象戦です、つまりこれ勝った方が優勝決まるっていう試合なんで、その日の最後の試合、最後の試合ですね、はい、じゃあ聞いてみてください、お願いします。先攻が勝者、はい、
マサかっこいいな。なんマチョのかっこいいけど。ユノとやるって何ですかこれ。これはユノがバックDJなんです。ジョーの。はい。そうですね。二人組なんで。そうなんですよね。うん、なんかいいですねマサ。先週、はい、ここで、バトラーズソングでマサの到達。うんうんはいはい、かけさせてもらってあれがビートジャックって話をしててでそれの話ですね基本というか出だしとかが、うんうんうん、でマサの最後の締めもそれですね、うんうんうん、最高到達地点、うんうん、はいそういうことですねマサの話ってすごい身内の話をするじゃないですか、うん、例えばなんか自分の話とか、はい、でも多分バトル全然知らない人とかだったら、うん、あんまり共感しにくい話もあでもそう、しょうがねえそうずマイバース言ってたそう、うん、俺にも負けてるとかね、うん、とかでもそういうのが全部、うん、なんかみんなが知ってる話題のようにしてくよねマサ、ま、なんかそういうか知らないとモグリみたいな空気にしちゃうそ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 ういうこと言ってるものに対してここで湧かないと、うん、これを知らないとモグリみたいなするパワーがマサにはある、うん、ある、うんうんジョーはもう完全にバトル校舎で、うんまあ、そういうのそういう、まあ、空気をぶち壊そうとしてるみたいな感じがやっぱいいですね、うんうんうん、あとは聞いてるだけじゃなくて見るとやっぱマサは何言ってもおしゃれおしゃれこのね、うん意外に聞いてると熱いじゃないですかそうじゃねえんだ内容とかそうじゃねえんだ、うん、そうじゃねえんだそれでいいわみたいなやつもすごい良かったもんねなんかそれだけでいいんですよねマサは、はいはい、そうですねはいそうですね、はい、どうだろうな、これは、延長いやマサの勝ちっす、まはいはい、最後にマサが、うんうんうん、あれで締めて綺麗、うん、に勝ちこれ今の時代は延長ではなくてもうこれ今のがもうこれで決まりですこれで決まったね、はいうん、しかも結構触った気がしますようん、うん、そうだね、うんうんうん、いやじゃあこれ自体が延長戦だったのかなってちょっと思うあいや違います違いますこれはもう、うんうん、はいただ散々そのファミリーで、うんまあ、若手が今イベントいっぱいやってて、うん、そこでも戦ってるでしょ、まあうんうん、そうねマサはやっぱいっぱいその出るし、うん、長もいっぱいその出てたって感じですねなんでまあ因縁が何かしら仲悪いとかじゃなく、うん、バトル上ではあるかもしれないですね、うん、マサっていくつなんだっけ21か22ですねじゃあまあほぼほぼ同世代ぐらい、うん、あ今年最後だから22だ22ですね、うん、はい、うんまあ、ジョーもそんぐらいですね21、うん、20、うんうん、いやでもある意味対照的なね、うん、感じなんでねその本人たちもそれを意識してやってる感じがしますねああはいはいはい、うん、どうだろうなジョーがいつもその、うん、3連符を 4普通にやって4、3連符やってとかって結構やるじゃないですか、うんうんうん、それが意外に少なかったから、うん、厚さがより出てて、うん、聞いててかっこよかったうんうん、と思いました。何ですかね。まあ今この2戦ともあったんですけど、はいはいはい。乗せ方をパコッと変えた瞬間に、はい、わーって盛り上がる瞬間ってあるじゃないですか。はい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 。あれなんすかね。うーんまあ確かに乗せ方はね、はい、まあすごい具体的に説明をしてしまうと、はい子音を省略した形の早口みたいなラップなんですけど、はいはいはい、ねあれをやると結構わーっとなるんだよね、うん、でもあれって多分やってる方としては一瞬結構計算じゃなくやる感じっていうのが出てくるような気がするというかそれが即興であればあるほどね、うん、言葉数が計算しづらい感じだと思う、うん、フローって、うん、であれ結構だからまあそういうことあるんですけど俺もなんか途中でふっとフローに逃げて盛り上がったイエーみたいな時もあるんですけど、うんはいはい、なんだろうなあれねなんか突然良くなるよねまあ、やっぱ10年もっと前から MC バトル日本でありますけども、うん、10年ぐらいは見させてもらった結果、うん、最初の2年ぐらいで、うん、まだないんですよね3連符を切り替えるスタイルが、うん、メソッド化されてないから、うん、その時は、うん、で湧いてたんですよ、うん、当然物珍しさもあるし、はい、それがメソッド化されたことによって湧くところまでメソッド化されてしまったみたいな、うん、あそれはあるかもしれない、うんそれはあるかも、うんうん、難しいとこですよね、はい、何が言いたいかというとあれがちゃんとあれフローがあのフローでちゃんとしっかり、はい、ケツまでしっかりやれてればすげえいいと思うんですよ、はい、
ただケツまで聞く前に盛り上がる。あ、始まった始まったってことですよね。そう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 。であれって別にちょっとだけそのそういうなんていうのかな、音楽性とか言うとあれですけど、ちょっとだけでそういうなんかこう歌心みたいのが、うん、まあ、少しでもあれば、まあ、意外とできちゃうことだったりするんで、はいはいはい、あのやんない人にとってはおーみたいになるのかもしれないですけど、実はそんな難しいことじゃねえよって話もあったりするんで、そうだね、これからリスナーは騙されないように、はい、でもあれを例えば、はい、正社員さんとか俺とかがやったら、はい、あのなると思うんですよ、うん、やるんかい、そうですね、うん、でやっぱ、うん、みんな意外性を求めてるからね、うん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 、偶発的なものを求めてるんですよ、バトルに今なんか、うんうんうん、偶然起こるようなものとか、うん、そういう、うん、あ、こう言うだろうな、こうするだろうなってことに対して期待を裏切れるとみんなわってなるんです、うん、めっちゃいかつい人が歌心多めだったりとかそうそうそういうので急に行ったりしますね、そうですね、はい、まあね、はい、うん、まああの KOK スー君勝った時のあの感じとかね、うん、あれは完全にそうだったですもんね、あのスー君そんなフローもやるのみたいな、あでもそうです ね、あでも確かに、うん、あの会場で誰よりも僕自分応援してたあの、うん、自負がありますけど、うん、それでもびっくりでした、うんうんうん、ね、スー君そんな熱いんだ、スー君そんな風呂やるんだ、そう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 、スー君そんな品勝てんだみたいな、うん、そう、そう、ね、あの日はね一気にいろんな引き出しを出してくるみたいな感じだったね、もういいよって思ったもんもういいよ、はいはい、ということで、はい、本日は、7月14日の戦国クロスオーバー 2-3-on-3MC バトルから、2戦ほど聞かせていただきました、はい、ツイッターとかどうですか、ツイッターのキエルジャップさんがもう僕らがドストライクな話題を振りまくってる、はい、何ですか、はい、いやもう全昔のねあのハイプアップサウンドとか、うん、あのホイコーロは元気にしてるのかとか、うん、あのマンボウ豆腐さんの話とかね、うん、あのメテオさんとまたやんねえのか正社員さんとかね、もうこれ10年以上前のね、うん、この正社員さんそういえば48時間前にふと気になったんだが結局見た目とか服装しかディスれないおすぎとピーコ MC バトルはやんなかったのかいっていう、おすぎとピーコ MC バトルやりましたよ、はい、ゲールジャップさんファッションチェックファッションチェックバトルやりました、はい、あそれ二橋が優勝してます多分、しかもこのネーミングをね、はい、あの知ってるっていうのも本当のコアな、逆に、ね、知らない方が良かったじゃないか、ケールジャップお前誰だったの本当にやっぱデータベース説あるっすよね、そうですね、うん、あのちなみに北海道の白熊さんはあの今年 UMB 北海道戦出てあのすごい太ってましたね、はい、元気にまだラップしてます、はい、他はどうですかツイッターは、あリスさんやっぱりマサ最高ですね、知ってると上がれるラインがたくさんあって楽しいです、やっぱ知ってる人は知ってるんですね、そうですね、やっぱりこの子いいとこ見るな、うん、はいはい、やっぱ知らない人はモグリ、いや、はい、俺分かんなかったはい、はい、そうですね、他はまあもうキエルジャプさんがすごい強すぎますねこれは、うんうん、はいそうですね、はい、でもキエルジャプさんのよう正シャイニングライカダイヤモンドさんに正シャイン、タク0824さんがね正シャインライカダイヤモンドさん新しすぎるわらわらわらとね、もうね、はい、はいはい、もうこれ完全なるジャップワールドですかただのね、はい、これはねお昼ランチタイムブレイク、お昼もこんな感じですか、はい、毎日もお騒ぎなさってくれてますから、あのお昼からね、ほらあやめもそこで笑ってるからね、ね、はいはい、あそうなんだ、うん、はい、そんなこんなでですね、はい、はい、今後ですね、はい、今後の予定されてる大会、はい、9月の23日にそのマサとかもよく出てる、うん、凱旋 MC バトルの1周年イベントが渋谷ブエノスで、はい、はい、行われます、はい、そして9月の28日金曜日に、23時55分から NHK で Bring the Beat と、はい、ヤングラップバトルという MC バトルの番組が放送されます、お願いします、はい、これ正社員さん出るんですか、出ます、本当は出ないんじゃないですか、ね、いやそれ嫁がすげえ言ってくると言ってますよ、はい、僕はこれ看板持たされる係お願いされてるんですけどでてれーってドッキリのやつ、はい、そして9月30日に、はい、あすいません9月29日の土曜日ですね、はい、NHK の次の日、はい、リングアウトボリューム2戦国馬頭編、はい、これがエースの金網、うん、でやるバトル渋谷東京ファイトクラブ、はいはい、エントリー感まだちょい募集ですか、してる最終だと思いますので、まあ、全然募集してます、はい、お願いします、はい、次の日9月30日 UMB 埼玉またバトル僕出てきます、はい、お願いします、はい、10月12日金曜日 U22 MC バトル2018ファイナル、こちらが渋谷のストリームホール、はい、ストリームもうできたんですかね、駅に看板があって、あ本当ですか、なんか大型の施設の中のホールでみたいな感じなんですかね、どの辺なの場所は、南口
あの渋谷警察の向かいの新南口とか行く方ですね、あの出口です、駅のに多分あるっす、はい、あと 10月の21日の日曜日、戦国 MC バトルロワイヤル2018、はい、おこれが、はい、渋谷サウンドミュージアムビジョンで行われます。お願いします。以上です、はいはい、ということで来週はどちらをレポートしてくれますか。考えます考えます、はい、今週ないですもんね、なんか持ってきます、ね、うん、はい、来週俺いないんだっけ、そういえば。ああ来週俺いないんですよ、来週再来週もいないんだな。あらららら、うん、なんだろう、お忙しいんですよすいませんね、 そうですね、来週はインドに行って、はい、再来週は北京におります。あらら、はい、すごいすね、世界を股にかけて大変ですね、時差が大変ですね、はい、すごいな。いえいえいえ、ちょっと戦国もやりましょうよ、ニューヨーク。やんないですけど、うん、やんないですけどね、戦国ニューヨーク、はい、それもすごいな。またねこうやってね、俺ね小原雄介っていうね、あのクソスタッフからね、はい、クソ裏方からね、マジ俺のね番組がやってることをね全くシカとして電話してくるっていう、こいつね本当にだからお前は、はい、めちゃめちゃ裏の話ですね。はい、すいませんね、はい、どうでもいいことばっかり、そんなこともあるんだ。はい、そしてですね、はい、次のコーナー行ってみましょうか、はい、はい、こちらから次のコーナーに行ってみましょう。ここからは八文字くんのこちらのコーナーとなってます。はい、題して八文字のウーバートラーズさん。はい、はい、このコーナーではおすすめのバトル MC たちの音源を紹介していきますと。はい、はい、もうそうですね、このなんていうかタイトルコールのこのなんていうかこうなんともライトな感じ最高ですねマジでね。はい、はい、もう、はい、AM ラジオみたいな、はい、酔っ払ってたらすっげー楽しくなるような感じのライト感はい、そうですね、はい、ということで今日はどちらを紹介してくれますか。はい、今日は、まあ、Under22 先週から本戦に向けて、はい、10月12日のそこに出場してくれる MC の特集をやっていこうということで、はい、行きましょう。今日はレッコでございます。レッコ、はい、はい、来ました。レッコ、まあ、レッコはもう僕らよりも下手したらジブさんの方が、はい、まあ、よく会ったりよく話したりしてるかもしれない、うん、そうですね、確かにうん、全然関係ないですけどね、はい、今日は俺事務所のね自分のね部屋を掃除してたんですよ、はい、そしたらねなんかねレッコがね、はい、新聞に出た時の、はい、新聞のカラーコピーみたいなのがなぜかなぜか部屋にあって、はい、全然なぜ俺が持ってんのかが意味が分かんないんですけど、はい、なんでですかね。だからお前電話してくるな言うとるやんお前すげえピカピカしてます。聞けよこらお前、携帯がピカピカしますけどね、はい、そうですね、ラジオ聞いてもらいたいですね、はい、そういうことですけどもね、はい、そのカラコピーはきっと多分ジブさんが、はい、レッコに目をつけて、うん、おこいつっつってチェックするために持ってた。じゃ違うですよ、違う、ね、もうダンジョンテレビのレギュラー番組も出演中みたいなことも書いてあるぐらいの、なんかこう最近イケてる子ですみたいな、はい、なんかなってたんですよ。あれ本人からもらったのかな、嬉しすぎちゃってわかんないけど、ね、あ、可愛いっすね。だとしたら超可愛いですよね、みんなに配ってたらね。でもそのぐらい可愛いやつですよレッコは。そうですね、はい、みんなに配ってるレッコ可愛いな。いやそれだとしたら最高だな。はい、いやレッコ可愛いエピソード結構あると思うんですよみんな。うん、僕も去年のアンダー22の本戦で、はい、バックステージレポーターやったんですけど、はいはい、レッコがまあゲストバトラーで出て、うん、ゲストバトラーではないのか。はい、で出て、まあ、ゲストバトラーで。でその時に楽しすぎたのかお気に入りの帽子を忘れて帰って。うん、で誰のかは誰も分かんなくて持って帰ったんですよとりあえず僕が。うん、でツイッターでこれ誰のって書いたら、うん、いろんな子がレッコくんのですって言って、なんでお前ら分かんだよでレッコに渡したらすごい喜んでた。可愛いです。ねレッコのねまあダンジョンでねいつも思うことがあるんですけど、はい、コメント言うときあるじゃないですか、うん、はいはいはい、まず一回受けますよね。まず一間、はい、ニコってする、はいはいはい、ニコってこうまず全員の集中を一手に受けて、はい、そっからなんか言うじゃないですか。あれはレッコ節ではあるんですけど、はい、あれまあ一応一回全部受けるんで、はい、まあ3回に1回がちょっと滑るんですよねやっぱりね。でも1回受けることによってレッコの笑顔がたまらないみたいになったりもしてくるんで、まあその辺はねまあどういう心の広い方が見るのとそうじゃない方が見るのとでは多分レッコの印象って変わってくんじゃないかなと思って、心広い方から見たらほんとこいつ可愛いなってなると思うんですけどね、
はい、まあまあ、いやでもレッコ嫌いなやつって一人もいないんじゃないかな。あ、でもレッコ嫌いな人はいないよね。まあ、まあ嫌いは難しいね。なかなか嫌いになる要素がないからね。うん、そうですね。レッコ嫌いになる要素ないですね、うんうんうん。それはちょっと難しいところではあるかもしれないね。うん、いやでも意外にいないと思うんですよ。その何一人もそいつの悪口を言ってるのをあんま見ないというか。わかる。界隈でも、うんうんうん。そうね。もう本当今上げてって言われても2人、うん、3人でその中にレッコが入るみたいな。うんうん、ぐらいのなんか欠点がないというかね、うん、欠点がないじゃないのかな。いや欠点はめっちゃ出してくるから可愛いんですよ、うん、それだけヒップホップシーンはみんな裏で裏言い合ってるっていう。やっぱバトル用のすごい嫌 な業界な気がする。大丈夫ですか。はい、いやあのバやっぱいやまあみんな MC バトルに染まってるし、まあそうですよ、ね、まあそうですよ。はい、はい、もう全然俺もそう思ってしかいねえし、マジで。はい、そうですね。死ねラッパー。いやいやいや、はい、すいません。ただジブさんは今シラフですからね。はいはい、そうですよ。はい、ここでレッコからのコメントを読みましょう。はい、はいはい、人生は冒険だぜ。どこにでもごちそうは転がってるから見落とさないように俺は俺なりの楽しみ方で突っ走っていくぜっていう曲です。みんな愛してます、ぜひ聴いてください。はい、はい、もうね、というちょいちょい噛むもんでね、みんな愛してますしか残ってないよね。そうですね、開業が難しかったですね、うん、非常にね、はい、点が全くないし、そうですね、はい、うん、かわいい、はい、はい、さあということで、はい、ファーストアルバム、うん、タイトという、はい、アルバムがございます。皆さん知ってると思いますけど、ね、はい、そちらから、聞いていただきたいと思います。レッコでアドベンチャー。おー、はい、お聞きいただいたのはレッコでアドベンチャーでした。はい、ということでですね、はい、まあ何ですか、レッコはやっぱり総じてね、うん、やっぱポジティブバイブスというかですね、あ、はいはいはい、基本もう前向き感しかないじゃないですか、うん、もうジャケもなんか青空みたいなね、うん、そうですね、そうね、なんていうんですかね、だからまあもう可能性しかない年頃なんで、まだまだ、あ、だからまあそれでいいかなと僕も非常に思っておりますし、ですね、はいはいはい、みんなの元気をね、みんなを元気にしてくれるようなね、うん、楽曲をやる人としているのは非常にいいんじゃないかなというふうに思ってますけれども、はいはいはい、ただ MC バトルの時は結構グイグイえぐっていくじゃないですか、うん、なかなか、ね、だからね、その辺のこう二面性をね、はい、これからどういうふうに彼は自分のものにしていくかというところなんじゃないかなというふうに音源のことに関してはね、はいはいはい、思ったりしますけどね。でもインスタ見てるともう今も着々と毎日作ってると思うんで、うん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 、すごいですよね、うん、でも本当今のそのまあレッコ世代とかって本当曲作りが好きとか、うん、じゃんじゃんやりますよね、はい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 、すごいこと、あ、僕らの世代って意外に何だろう、あんまり曲作んなかったじゃないですか、 MC バトルが流行りすぎた、そうだね、結果出てる人、 MC バトル出てる側の人はね、うん、ちょっと曲だったんで、うん、すごいちゃんとヒップホップやってるというか、うん、音楽やってると思うんで、はい、頑張ってほしいと思います。頑張ってください。はい、はい、ということでお次のコーナーいきますか。はい、はい、続いてはですね、 MC 正社員によるバトラー名鑑のフォローアップ企画となっております。はい、はい、今日で3回目ですね、はい、バトラー名鑑が終わって、うん、キラーカード特集、キラーカードね、はい、バトラー名鑑が A から、はい、最後の、何でしたっけ、うん、なんかそんな感じ、はい、まで全部終わりまして、うん、一番最初に、うん、まあ、あだったらもう R指定がいるだろうとか、うん、あだったら犯人がいるだろうと言ったんですけど、うん、はいはいはい、初代モンスターは最後にキラキラカードとして私が発表してきますと、うん、また私のケースからね一つ出しますんで、うん、キラカードをですね、はいはいはい、今週はですね、はい、キラカード、うん、もう戦国18勝王者、うん、カン AK ガミ、はい、いました、はい、はい、先日戦国18勝の優勝を決めて、ね、実にソロでは、はい、15年ぶりの優勝、なんと、はい、すごいですよ。でも団体戦だとちょいちょい2年に1回ぐらい団体戦もまあありますけどね、うんうん、でもまあなかそうですね、なんですけど18勝の優勝はね、はい、まあ本当まあもう個人的にやっぱり音源であんだけやってて、うん、40歳の人が優勝するっていう、うん、いや、うん、それこそねこの前 のダンジョンのね、はい、初代対2代目なんかでも、はい、まあ、一番頑張ってたのは実は、うん、カンだったじゃないですか。カンさんでしたね、すごく震えましたね。いや本当すごかったと思うんですよ。だからなんていうのかな、何周か回った感じっていうか、うん、何周か回ってまた今美味しいとこにいるっていう、うんうん、そういう感じなのかな、うん、結構回るのって、うん、そのリスナー側が一周回ってもう一回、うん、良さに気づくとかじゃないですか、うんうんうん、カンさん自体も何周も回ってますよね。あ、結構そうなのかな。あとねあれだと思う、やっぱりねなんていうのかな、
カンみたいなそのスタイルというと、まあ一言ではなかなか表せないけども、うん、そもそもそのバックグラウンドを武器にするタイプ、はい、実際はね、うん、でそういうタイプの人に関してはやっぱりそこをつつかれて、うん、まあ、あのちょっとこう自分的に冬みたいな多分時期もあると思うんですよ。あ、はいはい、でもそれをその冬があってやっぱダメなやつはそこで終わってっちゃうんだよね。でもカンはそんなことを MC バトルでなんかつまんないことを言われようが、うん、ものともせずに、はい、てめえスタイルでずっとやっていくから、うん、まあ、それが結局くるーっとまた一周回ってくると、はい、いうことなんじゃないかなって気もすごくするというかね。まあほらここ最近もね世の中でもいろいろあるじゃないですか、ごたごたがね、いろいろごたごたある中でも、うん、あの一番スレスレっぽい人なのにちゃんとしてるみたいなね、はい、そういうのもありますし、はい、うん、ね、うん、はい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 、はい、そうですね、はい、そうなんですよ、はい、もうそうですしか言わないですけどね、うん、はい、そうなんです、そうなんですよ、はい、うん、じゃあその中でちょっと一つ今日は一試合持ってきたんで、うんうん、ちょっと待ってください、はい、またピカピカ携帯がピカピカしてますね、はい、あのねお前ねバトルフィールドのね放送中だってさっきから何度も俺放送中にお前この時間電話してくんじゃねえよゆうすけこの野郎って俺散々さっきから散々放送中に言ってるのにお前3回目だからついには今これ電話出ちゃったからね俺電話すいません、ま、ほら、はいはい、後でかけます、はい、ゲストですね、もう今一瞬電話ゲストですけどね、はい、はいね、はい、というわけで、まあ、けど、はい、聞いてみましょう、カン AKA ガミ VS サイプレス上野の試合ですね、はい、はい、こちらは何の試合ですか、こちらザ・バトーサイファー、去年のバトーサイファーの試合ですね、まあ、あのこれカンさんと上野さん、うん、あのこの当時もまだあれなのか初代、まあ、ちょっと分かんないですけど、でも初代モンスター仲がいいと思いきや、うん、おここまでえぐるんだって試合なんでぜひ聞いてください、僕大好きな試合です、はい、行ってみましょう、はい、先行がサイプレスへの高校が MC カンパートは本当にすごいですね、うん、まあもうね、すごいな、これあの途中で笑っちゃうの映像で見るとすごいいいんですよね、うん、まあだからまあ2人ともまあえぐる言うてもって話ですよ、うん、でもまあまあなんかある意味お互いともまあえぐってはいるけれども、うん、みんながえぐるところをえぐるみたいな感じでもあるかな、あ、うん、それがまあある意味友情な感じかなという気もしますけどね、はいはい、うん、あとカンさんって死因かつ党員なのすごいなって、はい、そうだね、はい、うん、あのだからちょっとね、ちょっとだけ頭のあれが違うと思いますよ、仕組みは、あ、カンのフリースタイルっていうのは、うん、で、あのなんていうのかな、母音とかも結構緩いのとかでも、うん、結構同じような感じで持ってくるのあるじゃないですか、はいはいはい、じったん、じったんばったん、ずっこんばっこんとか例えばじったんばったん、はい、うん、そう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 、そういう感じの部分とか、うん、なんかそういうのがなんていうのかな、強みだよね、そうですね、ある意味ね、他の人やっちゃダメですよね、うん、なんか、そこでなんかほら同じことやろうとして固く攻めようとして固く攻めきれないみたいなこともあるわけじゃない、うん、でもそういうところに対してもう少し柔軟で、それこそ党員なんかも入れてガンガン入れてくるし、はい、なんかその辺の柔軟さがカンの強みだと思うけどな、うん、うん、そうですね、はい、すみません、ちょっと情報を訂正したいんですけど、うん、カン AKA ガミ、うん、あの優勝15年ぶりって僕言ってたんですけど、うん、はい、今ふと思い出したんですけど、うん、はい、カンさん夕焼け MC バトルという、うん、スー君がスー君の、うん、はい、大脱走というイベントが昔、はい、ラーベース埼玉でありまして、はいはい、そちらの方でカンさん優勝してました、うん、あの今思い出しました、ゲストライブで来 て,、はい、来てもらって、はい、で出てもらって、うん、優勝しちゃったんで、うん、次回ゲスト、あ、次回ライブ枠みたいなあのバトルなんですよ、うんうんうん、なんでライブ枠がカンさんに行ってしまったっていう、あ、やってないんでね、やってないですし、はい、その結構そのイベント、うん、そのライブ枠別になんか普通にギャラもらえるわけじゃねえんでしょ、だってじゃないですそうです、だからね、あの、やるだけ損ってやつですよね、ある意味ね、あのスー君と TK で やったんですかね、その、うんうんうん、大脱走で、はい、あの朝方にやる MC バトルで、うんうんうん、まあ、エントリーも8人とか16人なんですよね、そうですね、あのもうその場にいる人が、うん、まあ、言った本当申し訳ないですけど、うん、お客さんとかは正直そんなにはね、うん、いないけど、うん、まあ、その場にいる人で出るんで、うんうんうん、だからそのカンさんとかノリで出たりとか、うんうんうん、言ったらあのルミさんとかも、うんうんうん、ルミさんとかも、うんうん、あ、そうだ、なんかルミさんもバトル多分それ出たのそれが最後の気がするんですよね、うん、そうだね、そう、でルミ対 TK とかをやったりとかそこでしてて、はい、そなんか、はい、っていうのがあったんですけど、すみません、そちらの優勝であの決勝でチビタさん、チビタさんっていう方がいまして、うんうん、チビタさんを倒して、うん、カンさん優勝して、あの2度の延長死闘を経て、あのしかもそのなんか、うん、カンさんのが
なんか判定聞く前にカンさんが、うん、今のじゃダメだっつって、うん、あの俺もう一回俺がちゃんと勝つからやらせろっつって、うん、2回自分で延長して、うん、でカンさん優勝したらしいので、はい、あのただのジャイアンじゃないそうですね、まあ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 、うん、まあっていうことが、あ、すいません、だから15年分じゃなかったなって思いました、思い出しました、はい、すいません、はい、はいはいはい、ということでですね、はい、キラカードってまだなんか残って、あとキラカードは、ドタマさん、うん、R指定さん、うん、T パブロさんが残っております、うんうん、はいはい、はい、ということで、じゃあ誰行くんですかね、はい、はい、次のコーナー行ってみますか、はい、はい、お次はですねバトル MC たちの近況について、はい、今週のバトルシーンを振り返ろうと思います、はい、はいはい、ダンジョンが新レック、はい、新レック始まりましてですね、はい、あのチャンピオン大会、そうですね、はい、ファンク、うん、ユーエン、うん、スナフナッキーでしたね、はい、今週はまあ何ですかね、はい、まあちょっとまあ初代対2代目を経てね、はい、ちょっとレッグごとにちょっと特集をしようかなという話になりまして、あ、テーマみたいな、そうそうそう、テーマを設けようということで、はいはいはい、今回のレッグは、今までにこういろいろな、なんかまあバトルでチャンピオンになったことのある人たちっていうのを集めようみたいな話でやってみたいとかですね、まあ、次回のレッグはまた次回のレッグでこういう人たちってまとまったりいろいろしてるんですけど、今回はそういうのが始まりましたですね、はい、はい、どうですかね、まず、うん、あれ戦国18章の次の次の人、あ、次の人、あ、そう、翌々日、そう、2日後とかなんですけど、まずファンクが出てきて、うん、で、18章すごい調子良かったんですけど、うん、さらに調子いいサムに惜しくも負けてしまったみたいな感じだったんで、まあ、どういう感じだったのかなと思ったらやっぱ調子が良かった、うん、けど印象は2本が短かった、そうだな、8-2がで、スー君が2本爆発ずっとしてた、うんうん、ああそうかもしれない、スー君ダンジョン初のホームランじゃないですかね、いやそうなんですよあのモンスターモンスターになってから一発でノックアウトっていうのはね、はい、多分あれ初なんじゃないかなっていうか、クリティカル、あのボタンを押して初クリティカルですか、いやじゃなくて いきなり出てきて、はいはい、一発目でスコーンと行くのは、そう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 、それはもしかしたら初かもしれない、本人超びっくりして超喜んでましたね、あれ可愛かったね、あのスー君ね、うん、すごいたまらなかったね、スー君萌え度が、口で手を押さえてたもんね、スー君萌え度の高さがやばかったですねあれね、でもファンクもっと見たかったな、いや本当そうなんだ よかった、あのねやっぱりね2代目のね、はい、今ね強みは何かというとね、やっぱスイッチのオンオフなんですよ、あ本当にやっぱりみんな普段からトーナメント制の試合がほとんどな、うん、中で、うん、トーナメント制っていうのはやっぱりみんなせーので始めるから、はい、みんな同じような状況で始めるわけじゃない、うん、でも、ダンジョンに関してはやっぱモンスターにとっては、はい、チャレンジャーが1戦目だろうが2戦目だろうが、うん、自分は1戦目だったりもするわけじゃない、はいはいはい、だからモンスターは常に1戦目からもうスイッチ完全にオンな状態というか、ギアがトップに入れられなきゃダメな状態で始まるから、はい、みんなそれに慣れていて、はい、意外とやっぱり、1負けが多いっていうのはチャレンジャーがね、はい、1回戦で負けちゃうのが多いっていうのはそこだと思うんだよ、なるほど、乗り切る前に潰されちゃう、うんうん、そうっすね、まあ、むしろもうモンスターたちもそれを一番狙ってんだけどね、あ、うん、なるほど、調子に乗る前にまずやっつけちゃえっていうのが、うん、だからまあ1回戦負け本当多いんですよ、前サムが出た時も、うん、みんなの期待を背負った結果、うん、スー君が1回1人目で倒したんです、ね、いやスー君は2人目です、あそうだっけ、はい、あワニュード君か、うん、そうだからやっぱそれもすごいよね、いきなりワニュードっていう潰し方いやそう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 いやそうなの、だからそういうもうとにかく出花をくじくみたいな、うん、はいはい、とにかくそれはねモンスターたちは結構まあ一つのもう常套手段となってますよね、あまああとスナフキンにもね、うん、やっぱり一人目から呂布カルマっていう相性が、はいね、はい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 、相性がいい呂布カルマが行って、うん、いや行くってあれでも、うん、まあ観覧させてもらって思ってたんですけど、うんうん、いつものスナフキンのスタイルと違うと思うんですよ、あのラップスタイル、そうだ、ね、そうだね、あれ、うん、もしかしたら呂布カルマにメラメラして、うん、言葉で、うん、上から言ったのかなって、あフローとかに逃げてるとか言われないでも勝てるんだぜを見せようとしたのかなってちょっと思っちゃいました、うん、勝手に、まあね、ほんとさっきの、うん、まあ、ダンジョン特有のねその流れっていうのがやっぱあるのかなって気はしますけどね、やっぱり一戦勝つと一気に勢いがつくからチャレンジャーは、あー、うん、そこもまた特殊で、はい、だってほら別にトーナメント戦だったらさ、うん、別に一戦勝ったやつと
また他に一戦勝ったやつと戦うわけだから、両方ともまあイーブンですもんね。うん、そういうところはまあグイッとなってるわけじゃない。だからそこがね、まあ本当にその違いがでかいかなと思って。はい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 。なんで最近だから一人抜けると結構二人三人とコン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 と行きがちっていうのはそういうところにあるのかなって気もしますけどね。はい。まあ、今回のレックは非常にこれから面白くなっていくとしか言いようがないレックなんで、そうですね、はい、ぜひ楽しみにして来週も見ていただけたらなと思っております。はい、はい、ということでですね、はい、どうですか、ツイッターとか何かありますか。なければまあそろそろエンディングですかね。そうですね、はい、ということで本日はバトルフィールド終了のお時間となりました。はい、この番組で皆さんからメッセージを、メールでお待ちしております。はい、感想ご意見質問どんなことでも OK なのでメールください。メールアドレスはバトルフィールド @rep.jp batlefield@wrep.jp です。次回のバトルフィールドの放送は9月14日金曜日夜8時からとなっております。はい、以上お届けしたのは私ジブラと MC 正社員と八文字でした。はい、最後は、本日先ほど触れましたスナフキンが、うん、はい、フィーチャリングで参加しております、うん、DJ バクさんのリアルディールを聞いていただ、はい、お別れ聞きながらお別れとなりますので、はい、ちょっと曲紹介を、させてもらいたいと思います。はい、はい、最後にかける曲は DJ バクでリアルディール Who Got The Mad Props フィーチャリングリブロカン AK ガミタオ&スナフキンということになっております。はい、ということで、はい、じゃあ皆さん来週もよろしくです。よろしくお願いします。自分はいませんがウェイヨー。ウェイヨー。ウェイヨー。